皆さんこんにちは。タミヤ二郎さんといえば昭和を代表する名俳優でしたが、1978年に43歳という若さで亡くなっています。突然の死に世間は騒然となりましたが、タミヤ二郎さんが亡くなった死因は何だったのでしょうか。また残した遺書についても調べてみましたので、最後までご視聴いただけますと嬉しいです。まずは簡単なプロフィールをご紹介します。愛称昭和のクールガイ、本名柴田五郎、生年月日1935年8月25日、年齢1978年12月28日没、享年43歳、出身地大阪府大阪市北区出身、血液型 B 型、身長180センチメートル、活動内容俳優、司会者、事務所タミヤ企画、家族構成妻藤由紀子、長男柴田幸太郎、次男子タミヤ五郎。大学在学中の1955年、ミスター日本コンテストで優勝したことをきっかけに芸能界を意識。タミヤ二郎さんは大英演技研究所10期生として入社しています。1956年にタミヤ二郎さんはミスタースマートコンテストでも優勝。その容姿を買われ、ファッション雑誌男子専科の専属モデルに選ばれます。俳優業としては端役の多かったタミヤ二郎さんでしたが、1961年に映画「女の勲章」での演技が注目されます。さらに同じ年に出演した映画「悪名」で勝新太郎さんの相棒役を演じたことで人気が出て、大映の看板俳優となり、後に昭和のクールガイとも呼ばれるようにもなりました。タミヤ二郎さんは会社とのトラブルから映画に出られなくなり、その後は舞台俳優や歌手などさまざまな仕事を手掛けることになりました。そんな中、1969年にタミヤ二郎さんはクイズタイムショックの司会に抜擢されます。これが評判となり、テレビ業界でタミヤ二郎さんは幅広く活躍していくこととなりました。冠番組なども持つようになったタミヤ二郎さんに再び映画の話が舞い込みます。東映映画「日本暗殺ヒロク」に抜擢、タミヤ二郎さんの映画復活となりました。1978年12月28日にタミヤ二郎さんは43歳という若さで亡くなりました。あまりにも早い訃報に世間は騒然としていました。タミヤ二郎さんの突然の訃報に世間は驚きましたが、死因を聞いてさらに衝撃を受けました。それはタミヤ二郎さんの死因が自殺を図ったからだという情報が出たからです。タミヤ二郎さんが使用した銃は散弾銃だったとも言われていますが、足で引き金を引き自分の心臓を撃ち抜いたのが死因となっています。タミヤ二郎さんは俳優の傍ら事業にも手を広げていましたが、なかなかうまくいっていなかったようです。そのストレスからかタミヤ二郎さんは持病の結核を再発。まだ若いにもかかわらず薄毛になり始めたこともあり、うつ症状が出ていたといいます。タミヤ二郎さんはだんだんと俳優業に身が入らなくなっていきます。1978年12月28日、タミヤ二郎さんが自宅の部屋にこもっていたため、付き人が食事を持って行ったところ、血を流して倒れているのを発見。救急を呼びますが、すでに亡くなっていました。1977年に結核を再発したタミヤ二郎さんは、注射を打ちながらも仕事を続けていましたが、休めない状況の中で3月に躁うつ病と診断されます。しかしタミヤ二郎さんはうつであることを一切認めず、治療も薬を飲むことも断固拒否していました。そのためにタミヤ二郎さんの躁うつ症状は急速に悪化していったと考えられています。タミヤ二郎さんは自殺を図る前に遺書を書いていました。その遺書は亡くなった直後は公開されませんでした。後に奥さんが少し内容について語っています。タミヤ二郎さんの遺書については亡くなった当初から噂がありましたが、その内容は公開されてはいません。マスコミはタミヤ二郎さんの遺書には暴露話が書かれていると勝手に想像して記事にしていましたが、その後に明かされた遺書の内容はどのようなものだったのでしょうか。タミヤ二郎さんが亡くなってから遺書そのものは公開されてはいませんが、内容については奥さんが語っています。その遺書の中でタミヤ二郎さんは奥さんや子供たちを愛していたこと、
先にあの世に行くことをひたすら謝っていたのだと言います。民谷二郎さんの自殺の原因について遺書の中にご本人は書いていなかったようで、傍らで見ていた奥さんと長男の柴田幸太郎さんが後に語っています。しかしお二人は民谷二郎さんが亡くなったきっかけについては違う見解を示しています。奥さんは世間で広く噂されている白い巨塔について語っていました。代表的な作品ですが、内容がご都合主義で民谷二郎さんには合わず大変なストレスを抱えていたそうです。とはいえ無理な投資などでお金が必要だった民谷二郎さんは仕事を続けていました。個人事務所の代表でもあった奥さんはなんとか仕事を断る方向で画策しますが叶いませんでした。そして民谷二郎さんは限界を超えて自殺になってしまったのだと考えています。それに対して長男の柴田幸太郎さんは全く違う見解を示しました。それは民谷二郎さんが薄毛に悩んでいたことです。当時はカツラも今のような自然なものではなく、民谷二郎さんは大変に嫌がっていたそうです。そこで民谷二郎さんはロンドンで植毛をするという方法を選びましたが、今とは違い頭皮に無理やり毛を植え付けて抜けやすい髪を留めるために皮下に紐を通していたそうです。そのため時間が経っても激しい痛みと偏頭痛などに襲われていた民谷二郎さんはもともと持っていた躁鬱を激しく悪化させたと柴田幸太郎さんは考えています。民谷二郎さんの自殺の本当の理由はご本人にしか分かりませんが、様々な問題を抱えていたことが分かりました。民谷二郎さんの死因として他殺説も上がっています。それは第一発見者の付き人が民谷二郎さんの自殺に疑問を持っているからです。その付き人の話によると遺体を発見した時にそばに銃はなかったと言っています。さらに銃は奥さんが管理していて、どこにあるのか民谷二郎さんは知らなかったと聞いていたそうです。付き人曰く自殺をするような兆候も見えなかったそうで、自分宛と言われて受け取った遺書も民谷二郎さんのサインがなかったと言います。付き人の発言を聞いて遺族は他殺説という死因を否定しています。警察も自殺と判断しているようですので、他殺説の信憑性は低いとされています。遺作となったのは白い巨塔でしたが、ラストシーンで民谷二郎さん演じる財前は癌により亡くなっています。そのシーンを撮り終えた民谷二郎さんは死人役をうまく演じられたと大変に満足していたといいます。そして民谷二郎さんは自らも本当に死を選びました。民谷二郎さんのご冥福をお祈り申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。